ランのリライフ談話室。幸せ感じたい。はい、ムーランです。今週は先週に続き、坂井啓次郎作品展花は無言で語りますを、展示中の日本橋ギャラリー U からお届けしております。では今週もゲストの方をご紹介いたします。お二人です、どうぞ。おはよう、 ございますお名前を。坂井啓次郎の母の恵子です。土屋紀彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあの3人でなんか笑い系をやりそうみたいな感じになりましたけど、はい、今日はですね、まずちょっと先週も言いましたけれども、はい、坂井啓次郎さんの作品を100倍楽しもうっていうのを100倍です、はい、皆さんにお教えしたいと思います、はい、さあそれではですね、ちょっとこちらの方の絵をやはり見ながら、はい、まずちょっと先ほど伺いました、はい、それには4つの秘密がある。すごいことがあるんですよね、はい、秘密です。シークレットなんですけど、やはり一つずつから教えていただきたいと思いますね。はい、さあそれでは行きますか。一つもう早速伺っていいですか。さっきの行きますか。行きますか、はい、せーの、バン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 。一番目、はい、最初一番目は、はい、この絵で背景です。背景、いや背景もう綺麗なんですよね、これだけたくさんあって。そうですね、じゃあこの絵の背景、はい、はい、この絵は何か感じる、この黄色から何かを感じませんか。黄色いのいっぱいある。こっちにもありますね。いっぱいあるんですよね。ありますね。で、あのちょっとあれ、もしかして、もしかして、はい、今度はそっち系になりました。はい、はい、あのアニメですか。あ、なんか声も、はい、今声がしました、聞きましたよ、ポケモンの。でもこれはピカチュウ。お、当たり、ピンポーン、ピンポーン。え、でどういうことですか。昔ですね、ピカチュウを見ると、はい、興奮していた時代がありました。ずっとテレビやパソコンで大好きなんです、ね、大好きなんですけど、そのものに入り込んじゃって、入り込んじゃった後に興奮するっていう課題がありました。それで親2人で、その見ないように、いけない、書いちゃいけない、見ちゃダメ、書かないでっていうふうに言っておりました。はい、そうしたら何のことはない、背景に使って、彼はピカチュウを楽しんでいたんです。え、こ、そうだ、ピカチュウですか。そう、親は花を描いてるものばっかりを持っていました。え、実は作者は背景を描いていたんです。すごいですね。皆さん聞きました。なんか聞きますよ。ます、ね、すごいですね。うわー、すごい発見しました私。最初、最初の一 つ、はい、じゃあ今度二つ目いきましょうか。はい、はいはい、パンパカ、わー、ケイジローさんも入りますか。ケイジローさん、こんにちは。嬉しい、ケイジローさんです。ケイジローさん、はい、はい、じゃあもうケイジローさんね、はい、じゃあこれ、はい、はい、背景何ですか。プリッキア、はい、二つ目はサインです。サインです。そう、これね、私すごくわかります。わかります。あの、まず、はい、ケイジロー、このローマ字が大文字、大文字、あれ、小文字、小文字、それからローのローが、これ L、 L、 これ R、 R、 それからあっちなんですけど、ね、K だけ、はい、K だけだけだ、で、場所も上、なんでこんなに違うのかなって思いましたよ。はい、あのよーく見ていただくと、はい、色も、そう、形も、ブルーは大きさも全部違う、全部違います。違います。どうやっても一つ同じものはない、あります。なんでしょう、なんで、なんでしょう ね、 ね、聞かないでください。これは啓次郎が教えてくれたんですが、はい、サインも絵の一つなんです。そうね、彼にしたらね、はい、あ、サインはサインで
であってサインじゃない。じゃない。絵なんだ。なるほどね。これも楽しんで見てください。わかりました。絵の一つ。そうか。私たちはなんかこそ 概念があってこれはサインだっていうふうに思っちゃうんですけど、そうじゃない。中の絵なんだ。絵なんだ。メープルスイエローはですか。メープルスイエロー。わかりました。これがね。イエロー。はい。じゃあこれが2つ目。はい。はい、じゃあ今度3つ目。3つ目。パンパカパーン。なんでしょう。合いました。はい、え、何ですか。いいですか。はい。じゃあ裏を見ます。裏。後ろも見ていい。そう。うわー、これはすごいです。これからは、あ、読んで。これからはチャ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 はしない。これからブツ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 言わない新しい刑事になります。ポケット子育て支援センターの中村さんもらったラナンキュラス7本とスイートピー、24年、2012年の3月の12日、13日、14日、15日、月曜日、火曜日、水曜日と木曜日、佐川家女作、作った鮮やかなネープルスイエロー、ブライトリーネープルスイエロー。よー、ちょっとさ、かっこいいなんてす、すっごいですね、これ。3つ目の秘密、うん、裏に裏書きがいっぱいあって、そうなんですね、圭次郎の書いた心がここに書かれています。秘密はすごいですよ ね、 ね、本当に誰も思わないです。思わないです。思わないです。知らないです。思わないです。知らないです。びっくりします。これ、ね、これも含めて絵なんです。すごいです。皆さん明るい黄色ですか。表裏全部合わせて絵なんです。他も見てもらってもいいですか。他もそうなんですよね。全部例えばこの絵は、この絵もすごい。どうなってるんでしょう。あらあ、これは全部書いてありますよ。ケイジさん読んでもいいですか。バッグはショッキングピンク、綺麗なピンク、平成24年度2010年2月の4日、5日、土曜日、日曜日、はい、佐賀ケイジの作が新しくなった、新しくなった、ピンク色のユリ、これから丁寧に描きます。これからユリを開いたら絵を描きます。お、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そっかそっか、はいはいはい、それで開いたらまた丁寧に描きます。はい、で開いたんですね。それでこの絵になった。気持ちがね、十分伝わります。いや、これはね、皆さん本当にね、得しましたよ。今日はまたご本人に読んでもらえるなんて ね最高3つ目、3つ目の不思議は、秘密は裏書きも一緒にこうやって一生懸命お父さんはキャプションを作りました。先言わないでくださいね。ね、言ってません今全てにこうやってキャプションをつけて裏側も皆さんに見ていただこうと頑張りました。これってね、素晴らしいと思います。本当に誰もそう思ってないし、びっくりしますよね、こういう風にね。はい、ありがとうございました。ちょっとまだ残ってますよ。いきますか。はい、4つ目、パンパカパーン。はい、4つ目はもう見ていらっしゃいますけど、裏も全部裏のこの背景の色で塗り込めています。はい、そうです。あちらのピンクも同じです。半分いってますよ。半分ですけど、はい、その塗ってそれが乾いて、それでこの裏書きをして圭次郎さんは完成です、はい、この横も縦も上も横も全部塗って、初めて圭次郎さんは完成です。ほら、絵の具がすごくすいません、もう主婦感覚。4つ目なんですが、絵は立体で見よう。あー、なるほどね。これはね、我々は絵を前の、絵はもうね、だいたい平面ですよ、思うんですけど、うん、横も裏もそれから字も含めて全部で絵だということを教えてくれています。教えてくれてますね。わあ、これは勉強になります。本当ね、見方変わりますよね。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい。まあ、それで、じゃあそれ以外にですね、
なんかちょっとその私気になっちゃったんですけど、はい、何でしょう。この新しくなったとかですね。新しくなった、このブツ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 ってのがあるんですよ。そういうのが結構こう書いてあるところが多いんですけど、はい、これって何かやっぱり去年のですね、12月ぐらいからだんだんその裏書きの中にこういう言葉を添えるようになってきました、はいはいはい、で12月は1月から新しい年を迎えるので、その新しいことを考えよう、一生懸命新しいこと、次の新しい慶次郎になろうという意識が本当に出ていて、その思いがここに表れています。でブツブツも言わない、これ2つ入ってるんですよ、両方入ってます。これ新しいこと考えますと、ここにブツ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 独り言、慶次郎さん読めますか。ブツ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 独り言を言わないは大人です。これから丁寧に書きます。チャッチャ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 と書かない。これからは慌てない。クリスマスローズ、新しいこと考えます。バッグ、明るい明るいイエロー。ありがとうございました。ありがとうございました。これも こうなってるんですね。自分で新しい自分になろうと、そう、大人になろうと決意を込めて。なるほどね。もう今ただやっぱり引っ張られてますね引っ張られつつ新しい方に行こう。そうか、それで両方入ってる。引っ張られるのと前一歩進もう、うん、この葛藤がこの絵を通しても見えるんじゃないかな。ね、慶次郎さん、はい、頑張ってますね。頑張ってますね。ます、まあ、ありがとうございました。もう今年もこっち行っちゃおうじゃあちょっと、ね、場所を変えてまたあの生の書いてらっしゃるところとか、はい、見れますかね。じゃあ慶次郎さん書けますか。書けます。はい、じゃあそちらの方に行きたいと思います。こちらはですね、先ほどの会場の隣の部屋になります。今回はここで、お話を伺いたいと思います。ちょうど後ろで今慶次郎さんが絵を描いてらっしゃるのを 見ながらですね、お父様とお母様にまたお話を伺います。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。慶次郎さんのブログに、はい、遠農楽農っていう字がありましたので、もう今日はね絶対これをお伺いしたいなと思って来たんですけど。ブログ見ていただいて、はい、もう毎回見ております。ありがとうございます。でも誰が作ったのもう行きますか。それ行きますか。で実ははい、はい、うんって言ってくれるかな。あ、言ってくれましたそうなんです。アンディ編集部長がね、いつもありがとうございます。もうお世話になっていますこちらこそありがとうございます。そこに綺麗に作ってくださっていて、書いてくださってる中にその言葉があったんですけど、はい、これは あれですか。この言葉は造語です。お父様、やっぱりリライフですね。リライフです造語です。造語、はい、この意味をなんとなくこの漢字見ると分かるんですけれども、はい、しっかりと聞かせて、そうです、ね、よろしいでしょうか。どうですか、どうですか。まあ美しい譲り合いでどうぞありがとうございます。長野県ではですね、はい、まあ、どこの県でもそうなんですけど、うん、もう農業といっても本当におじさまおばあさましかできなくなって、はい、若い人みんなこうやって北海道からも出てきたりしてますので、みんな年のいった人しかいない中で、はいはい、慶次郎のいいところを引き出そうと思いました、はい、夏になりますと、あるいは春から秋になると、いろんなところの農家を支援に行くと。いろんなところの援助農園、援助工事だけでもそうですけど、援農ですね。援農、それで援農を始めよう。で、農業は毎日毎日あるわけじゃありません。それから、ね、雨が降った時もありませんので、うん、晴れた時の本当に天気のいい時に朝からいろんな農家を手伝いに行って、そうやって援農しようと、というスタンスで始めました。大変喜ばれていて、いろんなところを回って、そしてそこのおじいちゃんおばあちゃんを楽にしてやるよう、楽農。それで楽農になる。遠農楽農という言葉を作りました。いい言葉ですね。ありがとうございます。でもその農業っていろんなことがあるやりますよ、はい。ただ農業全部やっちゃう。大丈夫です。ビーバーもやりますし、トラクターも動かしますし、農家農家で皆さんやり方が違うんですが、ですね、それも全部作ってるものもマスターして。わちゃんと目で見て聞いて
大丈夫です。さあスーパーマンですよね、うん、そうですね。もしご依頼ございましたらぜひどうぞこのムランラジオになんか作りたいですけど、そうですよ、なんか作りたいなってね、思われたら、作りたいなって思ってるから、手がかりたいなって思われたら、ぜひ似顔絵も描いちゃうし、あのトライアスロンやってますので、そうです、若い強靭な力を持ってますから。それで今出ました、そのトライアスロンのお話ですけども、はい、今年は何でしたっけ、7月7日と4日に、どちらの方で、野尻湖の方でまた、はい、私で何年目ですか、6回目になりますね、トライアスロン挑戦です、挑戦ですね。で、はい、なんかそれは出るのためにはこう体重を、そうなんですね、今もウェイトコントロール自分でやっております。自分で、はい、でお風呂入って裸で、真っ裸で体重計に乗ってで少し減ってると大きな声で減ったよ、体重の何十何キロ、何トンやらないと、何トンじゃない、ゾウさんですねっていう報告を大きな声でしてくる。でも減ってない時はしょんぼりした声で、あれ何いうことを、でもちゃんと気持ちは分かるなって感じです、大きな声で話をしてくれます。完食も一切食べません。へぇー、はい、そうです、やめてください。なるほどね、こういうで時々こういう会もあるし、楽しいですよねでもそれ自分で全部できるもんなんですかね。どうですか。そうですよね。お母さんもできますか。私はもう甘いもんが大好きなんで、もうちょっと無理ですけども。でも彼は一切食べないって言ったら、決めるとね、食べません。ちゃんと実行する。例えば今お母さんはその遠藤に行く時におにぎりと料理とお昼ご飯とお菓子を少しつけていくんですけど、はい、お菓子は一切手をつけない。そうなんです、ちゃんと持ってくる。びっくりですね。あー、まあ、素晴らしいですよね。ハートです。でもハートでも、まあ、トライアスロンの前3ヶ月ぐらい前から自分でこうコントロールしようっていう意識が出て、それも自分で。そうなんですよ。すごくないですか、もう本当に、ね、管理してね。まあ、わかりました。そういうこともぜひね、先ほど最初に出ましたけれども、お父様がいろいろお書きになっていて、慶次郎さんの活動ぶりがもう、ね、半端じゃないんですよ。しかしそれでそこにですね、この予定表っていうのを先ほどいただいたんですけど、忙しい、もう長野の本当にねずっとなんかやってらっしゃいますね、はいはい、もうこれ見ると来年の1月23日までなんかあります、はい、それでその中で、まあ、今度東京近辺というか、あれは何かあるのかなと思ったら、その8月に、まあ、これ正式には青葉台ですから神奈川県ですけれども、はいはい、ブックファーストっていうところの、はい、カフェですね、はい、そこで1ヶ月も、まあ、それこそムーランさん本当にご紹介ですもんね、ありがとうございます。偶然にそこ入りまして、ぐっと見たら壁にいっぱい絵があるんです、ええ、もう それ見た時にもうその絵がみんな慶次郎さんの絵に見えてしまいまして、まあ嬉しいです。でもよかったです、それがありがとうございますになりまして、本当そこでね、8月いっぱい展示してありますから、はい、ぜひ皆さんもそこに行くと慶次郎さんの絵が見れますよ。また楽しいことになっております、はい、すべて出会いですからね。そうですね、これからやっていきたいと思います、はい、よろしく。入場無料なんですよ。あ、そう、はい、そうでしたか。ただカフェを飲むだけ。あ、いいですねじゃあそれではですね、もう長く、ね、いろいろ見せていただきましたので、はい、今回はまた決めの言葉最後にということで、はい、覚えていらっしゃいますか。もちろんです。カンペ見なくても大丈夫。カンペ見なくても大丈夫、大丈夫です。さあ、それではこの3人でそれをバッチリ決めて、はい、ということにいたしましょう、はい、さあ、はい、行きますよ。それでは、はい、カメラ目線あちらです、はい、あちらです、はい、行きます。はい、リライフ魂で頑張ろう。何かたったの
今週はこれで終わり。また来週も聞いてくださいね。レッツリライフ。リライフ談話室。脚本パーソナリティはムーラ。制作編集はアンディでした。